衣装髪型にも注目。ナンバーアンダーラインアイ CDTV 出演で見せた個性爆発スタイルを徹底解説。翔くんのサングラス姿に悲鳴。神宮寺くんのメガネ姿がやばい。岸くんのカメラ目線に心奪われる。ナンバーアンダーラインアイが最近 CDTV に出演したパフォーマンスは、ファンにとってまさに至福の瞬間であり、その演出やスタイル、そしてファッションに至るまで、 全てが話題となりました彼らのエネルギーやパフォーマンスの力強さだけでなく、それぞれの個性が際立った姿に、多くの人々が魅了されたのです。この出演は、ただのパフォーマンスを超えた特別な瞬間として捉えられています。まず、パフォーマンスの始まりから終わりまでの間、メンバーたちが観客をどう引き込んだのかという点については、特に翔くんの存在感が目立ちました。 彼はしばしばサングラスをかけて登場し、ファンの間で、サングラスを外してほしい、という声が上がるほど、そのファッションが注目されました。そして、いよいよサングラスを外した瞬間、ファンからは歓声とともに、やめて、無理という感情が爆発しました。翔くんのビジュアルや、パフォーマンス中の態度がいかに影響力を持つかが、この一瞬に凝縮されていたのです。 ファッションや演出に込められた意図は、ただ見た目を意識したものではなく、彼自身のキャラクターや個性を表現する重要な要素でもあります。そして、岸くんのカメラワークに合わせた表情や動きも印象的でした。彼のカメラ目線が多かったことにより、ファンはその一瞬一瞬を心に刻み込んでいるように感じられました。カメラを通してファンとつながり、まるで彼自身が観客一人一人に直接話しかけているかのような感覚を与えました。 このようなファンとの距離感を縮める技術は、アイドルとして非常に重要なスキルであり、岸くんはそれを完璧に体現しています。また、岸くんのファッションも話題で、彼がライブ中に見せた、カップ麺をすするシーンなど、日常の親しみやすさと、パフォーマンス中のキレのある動きとのギャップがファンをさらに魅了しました。一方、神宮寺くんもそのパフォーマンスで大いに注目されました。 彼は普段はクールで内向的な雰囲気を持っていますが、今回のパフォーマンスでは一転してエネルギッシュな一面を見せました。その変化にファンは、神くんがハイパーすぎてかっこよすぎると感激しており、特に眼鏡をかけた姿が色気をさらに増し、ステージ全体の雰囲気を支配していました。神宮寺くんは、その個性とスタイルで、バンドと共にパフォーマンスする際に、アイドルとしての存在感をさらに高めていると言えます。 3人がバンドとコラボレーションした、ハイパーバンドバージョンは、これまでのアイドルとしてのダンスや歌唱パフォーマンスから一歩進んだ、新たな挑戦でもありました。楽器の音色と一体となり、楽曲そのものが新しい息吹を吹き込まれるような形で再構成されていました。ファンの間でも、生バンドと一緒のパフォーマンスが最高だった、と称賛の声が多く上がっており、この試みがいかに成功していたかを物語っています。特に 激しいダンスと生バンドの組み合わせは、エネルギッシュで、観客の期待を超えるものとなりました。ダンスと音楽が一体となることで、視覚と聴覚の両方で強いインパクトを与えたのです。また、ステージ上での3人の仲の良さもファンにとっては大きな魅力でした。岸くんが歌っている間、翔くんが愛おしそうに彼を見つめているシーンや、3人で顔を見合わせながら笑い合っている瞬間は、 ファンの心をわししみにしましたこうした小さなやりとりや仕草がパフォーマンスを超えた人間味を感じさせファンにとっての沼ポイントとして熱狂的な支持を集めているのです彼らの一体感や親しみやすさがファンに安心感と喜びを与え続けている要素でもありますそして彼らの衣装やヘアスタイルもまたパフォーマンス全体の印象を左右する重要な要素でした翔くんのウェットな髪型や 君の少し遊び心のあるスタイル、神宮寺君の眼鏡姿は、それぞれが個性を最大限に引き出すものでした。ファンの間では、翔君の前髪ありのウェットヘアが好きすぎるや、神君の眼鏡が色気を倍増させているといった感想が飛び交い、彼らのビジュアルに対する熱い評価が見られました。ファッションやスタイリングが、アイドルのパフォーマンスの一部として重要視される現代において、 ナンバーアンダーラインアイの3人はその期待に十分にいられています。ライブパフォーマンスにおいても、彼らの力強さが際立っていました。特に、今回のパフォーマンスでは、楽曲の最後に激しいダンスが組み込まれており、その動きの力強さが観客をさらに引き込みました。このようなダンスパフォーマンスは、彼らがアイドルとしてのスキルだけでなく、アーティストとしての成長を続けていることを示すものであり、 ファンにとっても大きな意味を持つ瞬間でした。さらに、音楽のパートでは、彼らのラップセクションもファンを魅了しました。ラップの途中でギターが、ギュインと音を立てる場面があり、それがさらにパフォーマンスを盛り上げる要素として機能していました。バンドと一体となったラップは、普段のアイドル活動では見られない新しい側面を引き出し、ファンにとって新鮮な驚きを与えたのです。このように、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ただ歌やダンスを見せるだけではなく、音楽の幅広さや表現力を駆使して、観客を巻き込む一体感のあるステージとなりました。このパフォーマンスが終わった後も、ファンの興奮は冷めやらず、SNS 上では、最高だったや、何度もリピートして見返してしまうといった声が多く見られました。また、今回のパフォーマンスが終わってすぐに、次の YouTube ライブへの期待が高まり、 ファンたちは、次は YouTube ライブで会えるのを楽しみにしていると続くイベントへの興奮を隠せませんでした。このような彼らの活動の連続性や、ファンとの密接なコミュニケーションが、彼らの人気を支えている大きな要因でもあります。全体を通じて、ナンバーアンダーライン愛の3人は、その個性豊かなキャラクターと音楽的な才能を存分に発揮し、ファンとの強い絆をさらに深めました。 彼らの一瞬一瞬のパフォーマンスには、計り知れない努力やクリエイティブな工夫が凝縮されており、それが多くの人々を引きつけ続けている理由でもあります。今回の CDTV でのパフォーマンスは、ナンバーアンダーライン愛にとっても、そしてファンにとっても特別な瞬間であり、これからも彼らの成長を見守り続けるファンの期待はさらに高まっていることでしょう。CDTV でのパフォーマンスは確かに印象的な瞬間でしたが、 その背後には、彼らが常に挑戦し続けている姿勢が見え隠れしています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、単に楽曲を披露するだけでなく、パフォーマンスやファッション、そしてファンとのコミュニケーションを通じて、自分たちを進化させ続けています。このような進化が、彼らのパフォーマンスをより感動的で、観客にとって忘れられないものにしているのでしょう。また、今回の CDTV での演出において、 特に注目すべきは彼らがどのようにして自分たちのブランドを築き上げているかという点です。ナンバーアンダーライン愛はその楽曲やダンスで評価を得るだけでなく、ファッションやビジュアル、そしてその舞台上での振る舞いを通して、自分たち独自のアイデンティティを強化しています。例えば、翔くんがサングラスを使った演出や、神宮寺くんがメガネをかけた姿など、彼らの一つ一つのファッションアイテムがファンに強い印象を与えました。 こうしたスタイルの選択は、ただのファッションではなく、アイドルとしての存在感やキャラクターを深める重要な要素です。ファッションは単なる見た目の問題ではなく、アーティストとしてのメッセージを伝える一環です。翔くんがサングラスをかけている間のミステリアスな雰囲気と、外した瞬間の解放感のコントラストは、彼の二面性や多面的な魅力を象徴しているかのようでした。そして、 これがファンに対する感情的なインパクトを生み出し、彼がステージ上でどれほどの計算と創造性を持って演出しているかを示しています。また、彼らが生バンドとの共演で見せた音楽的なアプローチは、これまでのアイドルの枠を超えた新しい領域への挑戦でもありました。アイドル業界では、ダンスやパフォーマンスの一体感が重視されることが多いですが、ナンバーアンダーラインアイはその枠を超えて、 自らがアーティストであることを強く打ち出していますバンドと一緒に奏でる音楽には、その瞬間ごとの即興性やリアルな感情が込められており、観客に対してより強い没入感を与えていました。こうした音楽的な挑戦は、彼らが単なるアイドルではなく、真のアーティストとして成長し続けている証拠と言えるでしょう。CDTV でのパフォーマンスは、ファンにとっても特別な体験であり、 彼らが披露した多面的な魅力を実感する機会でした。しかし、このパフォーマンスを通じて感じられたのは、単なる一夜限りの感動ではなく、彼らの成長と進化の道のりです。ナンバー・アンダーライン愛は常に新しいアイデアや表現方法を模索し、ファンを飽きさせない工夫を続けています。その姿勢こそが、彼らの持つ最大の魅力の一つであり、ファンとの強い絆を築き続ける理由でもあります。 さらに、今回の CDTV でのパフォーマンスを振り返るときに気づくのは、彼らが自分たちの音楽やスタイルをどう進化させているかだけでなく、ファンとのコミュニケーションにも新しい方法を取り入れているという点です。ライブパフォーマンスの後、YouTube ライブでの性配信が続き、その中でもファンとの交流が深まっていく様子が見られました。ライブだけでなく、SNS や動画配信を通じてファンとリアルタイムでつながるというスタイルは、 現代のエンターテインメントの中でますます重要な役割を果たしており、ナンバーアンダーライン愛もその波に乗っているといえます。また、メンバー同士の仲の良さや、ステージ上で見せる親しみやすさも、ファンにとっての大きな魅力です。パフォーマンス中のちょっとしたしぐさや笑顔が、ファンにとっては非常に特別な瞬間として記憶に残るのです。これは、単にプロフェッショナルなパフォーマンスを見せるだけでなく、 人間味あふれるるる一面ををファンに見せることででより強い絆を築いてい絆築てのです特にアイドルというジャンルではこうした親近感や共感が大きな支持を得る要因となりナンバーアンダーライン愛のメンバーはその点でも非常に巧みにファンとの関係を築いているといえるでしょう。彼らのパフォーマンスには常に進化と挑戦が伴っています。 今後も彼らがどのようにして自分たちの音楽やスタイルを発展させていくのか、ファンとしては大いに期待が高まるところです。特に、これまでのアイドルとしての枠組みを超えて、どこまでアーティスティックな挑戦が続くのかは、彼らの今後の活動において大きな注目ポイントとなるでしょう。そして、彼らがどんな新しい試みを見せてくれるのか、ファンもまたその瞬間を楽しみに待ち続けています。ファッション、音楽、 そしてパフォーマンスのすべてが一体となって作り上げられた今回の CDTV でのステージは、まさにナンバーアンダーライン愛の今を象徴するものであり、彼らの未来に向けた大きな一歩でもありました。このパフォーマンスをきっかけに、さらに多くの人々が彼らの才能と魅力に引き込まれ、これからも応援していくことでしょう。